愛知県が主催するウクライナからの避難民を対象にした日本語教室が名古屋で始まりました。今年12月までの全15回で予定されているこの日本語教室、初回の今日は愛知県で生活する13人が参加し、自分の名前や趣味、好きなことなど日本語の簡単な自己紹介を練習していました。私はマリア、はい、私はガリナです。はい、私はガリナ、はい。Мы вирішили надалі вчити українську, японську мову. 次回以降は県が支給するタブレット端末を使ったオンライン形式での開催で、買い物やレストランの利用を想定した日常会話も学んでいくということです。